ゆる料理学徒の K です。そしてはい、ゆる天の師学徒の住野です。よろしくお願いします。もう盛り上がってる、すげえ温まってる。もう名前並ぶだけでこの盛り上がり、やったね。嬉しい、嬉しいですね。ではですね、先ほどクローニーさんのデザイン学の話聞いてくださってありがとうございました。もうすごい盛り上がっててね、すっげえ胃が痛いんですけど頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、今日はですねプリンの話をしようと思います。なんでボッとおっしゃったんですか。なんかだってゆるコンとかでよくねトランジスタープリンっていう話が来てるから。ゆるコンピューター科学ラジオでそんな話があるんですか。プリンあったらしいですね。いやまあね、そこを説明するとねちょっと時間がかかるんで、まあ簡単に言うとプリンの話を例えとして使ったらしいんで、まあでもまあ今電脳私学の住野さんがいらっしゃるからトランジスタの話をするかと思いきやプリンの話をします。お願いします。はい、そこではですね、それではですね問題。はい、プリンはとあるルールのもと場合によって飛行機に乗せられません。どんなルールでしょう。え、爆発するとか。おお、いい線いってますよ、いい線いってますよ。ちょっとテレフォン使っていいですか。どうぞどうぞ、テレフォン使って。テレフォン使っていいの。オーディエンスに。ああそうですよ、オーディエンス使っていいですか。あ、じゃあオーディエンスで分かる方。はい、プリンはとあるルールのもと場合によって飛行機に乗せられません。分かってそうな方。あ、はいはい、お願いします。大きめの声でいただければ。お、液体持ち込みに触れる。え、プリンがですか。正解。正解かどうか、ですね、正解でございます。オーディエンスずるいな。いや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 、これが集合時の力ですよ。そうですね、集合時ですね。いらっしゃるお客様のね、知的レベルが高いっていうことがもう伝わってきたと思うんですけども、国際線においては液体物の持ち込みに制限がありますね。で、100ml 以下の容器に、液体物を入れてくれと。で、合わせて、1リットルの大きさの、なんか袋に、透明の袋に入れるとかなんですけども、なんでねプリンが引っかかるかと。プリン液体でしたっけ。いや、半固体っていうかほぼ固体に近いですよね。まあ簡単に言うと国土交通省が、はいはい、プリンは液体って言ってます。ちょっと待ってください。僕の好きなシュークリームとかはあれ、ね、あれ液体です。あれ液体。いや嘘です、ごめんなさい。シュークリームは固体なんですよ、外が固体だから。あ、まあでもこれ簡単に言うと保安検査場の検査員の判断によるので、シュークリームも場合によっては液体と言われる可能性はあるんですけども、まあ国土交通省が今名前言いますよ、量的制限の対象となる液体物のリストっていうのを出してまして、それの中にプリンが載ってます。プリンでもケースに入ってるんで、プリンがメジャーなだけで目の敵にされてるだけで、シュークリームは脱法プリンみたいな扱いにならない。それはちょっとちょっと法の目をね逃れる手段についてはわからないんですけれども、まあプリンは液体と規定されていて、たとえ凍らせても氷類が液体に規定されてるので、氷でも液体なのでなので乗せられません。100ml を超えた場合ですね。なるほど。なのでプッチンプリンってあるじゃないですか。あれ1個 100ml 超えてないんですけども、ビッグプッチンプリンという商品がありまして、こちら 100ml 超えております。皆さん持ち込みはできませんのでご注意ください。はい、でこんなね話ね、なんでするかと。いやプリンが液体でそんな雑学知ってもって。でもねプリンが液体っていう国土交通省の言い分にはちょっとね確かにそうね、歴史的に見たらそうねって部分があるんですよ。なので今日はちょっとそのプリン、正しくはプリンの祖先の歴史について話しながら、日本のプリンについても触れていきたいと思います。よろしくお願いします。何回よろしくお願いしますって言うねって思うかもしれないけど、そのたんびに言います。今編集点ですね、生配信してるけど。はい、それではですね、プリンの語源ご存知ですか。プリンの話ですか。プリンね、はい、プリンの語源、はい、今ああごめんなさい、私聞き取りが悪かった。プリンは英語でプディング、ああいいですね発音、プディングですね。はい、でこの、まあ、PUDDING でプディングなんですけど、プディングの語源は、まあ、諸説はあるんですよ。
古英語、古い英語とか、もしくはケルト系、もしくはゲール系とか、いろいろな説がある中で、一応有力視されているのはラテン語が元というものですね。で、この発音はできないんですけど、BOTELLUS、なんかボテレスみたいなやつがあるんですけど、これがフランス語に、持ち込まれた際に、ボダンっていう言葉に変化します。ボダン。これが、BOUDIN ですね。フランス語でボダン。はいはいはい、私フランス語できないので今適当に読んでます。ごめんなさい。で、このボダンがイギリスで、ボダン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 の、それが最終的にプディングになったと言われています。なんでもありじゃないですか。うん、しょうがないじゃない。そう言って、これは、オックスフォード英語第一典が言ってるので、多分正しいと思います。OED 的には正しいです。それ日本のボタンの穴が英語言ってプディになった。でもなんか通用するぐらい強引じゃないですか、うん、強引かもしれないですけど、まあ、説はねいろいろあります。これは一つの説です。で、さっき言った、ラテン語の、BOTELLUS、 これソーセージって意味なんですよ。え本当です。本当にソーセージって意味です。双子とかのソーセージじゃん。そうじゃ違う違う。あのね、皆さんが想像してるソーセージです。あれがプディングの語源なんですよ。なんでやねんと。そうですね。うーんってなりますね。うん、そう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 。じゃあ、まあイギリスのプディングがどういったものだったのか、歴史を語りますと、元々はなんでソーセージって作られたのかって話をしますと、ソーセージって中、羊の腸ですとか、大体、家畜の内臓に、液体物を入れて、でそれを加熱して固めるっていうのが、これが、まあ、ソーセージですね。で液体物っていうのは大体、家畜の処理をするときに出る、血液とかいろんなこうもうドロドロっとしたものをでも決して無駄にはせず、キリスト教的な世界では家畜は神の与えたものなので、それを血一滴すら床に落とさず地面に落とさず、それを、全て、自分の体に取り入れる食べるっていうことが行われてきたんですね。なのでイギリスも未だにブラックプディングとか、ブラッドプディングと言われる、ブラッドプディング、そうそう、血液とか、そういった、血液内臓などを入れた結構鉄分多いって感じのソーセージが売ってるんですよ。でも名前がプディング。だからもともとはプディングはソーセージだったと。でもまあこれは保存食にするために加熱が必要だったわけですね。液体をそのまま長く取っていくことはできないわけですよ。で、これを使っているうちに、別にしょっぱいものばっかり固めなくてもいいわけですよね。なんか小麦粉とかを使って混ぜて増やしたりとか、かさ増ししたりとか、時によっては甘い味付けにしたりとかで、羊の腸とかに入ってるソーセージプディングって呼んでますね、イギリスで。ますそれを甘く味付けしたものも出てきたんですよ。だけど羊の腸とかって年中手に入らないんですよね。え、季節あるんですか、腸で入れるのに。でも毎日毎日羊殺してるわけじゃないんで、とは思うんですけども、はい、そのシーズンがあるのかなと。だいたい年に数回ですよね。毎日毎日ではないし、保存が効きません。冷蔵庫がないので、古い時代をしてますね。だいたい中世の話をしてます今は。で、要は保存食の容器として、内臓は使われてたけども、年中は使えない。そこで考え出されたのが布です。麻の布が手に入りやすくなったんですよね。これがだいたい16世紀か17世紀の頃なんですよ。でこの時に、イギリスでクリスマスプディングという概念が出始めます。ちょっとクリスマスがつくのは後の方なんですけども、パン粉とか小麦粉を、混ぜて、液体物と混ぜて、だいたい牛脂とか油と混ぜて、で甘い、ドライフルーツとかで
テとか入れて、でしっかりそれを蒸してで作るっていうものがスイーツとして誕生しまして、いまだに布じゃないですけどイギリスではクリスマスプディングを食べる習慣があります。布って言ったらなんか豆腐っぽいものを想像するんですけど、その用法で言ったらなんか布で作るものは全部豆腐って言ってもいいような、まあでも伝統的にこうもうなんだろう固めるもの、まあ液体のものを蒸したり焼いたりして固めるっていうのがプディングって概念になってったんですよね。まあ豆腐はまだイギリスには伝わってませんのでさすがに無理ですね。電子を焼く工程ってのは必須なんですかね。まあまあいえ焼くのが必須ではなく保存食として保存するためには必要という感じです。 なので液体を保存するための技術、それがプディングだったんですね。で、こうやって最初はしょっぱいものだけだったプディングが歴史を経るにつれて甘いスイーツ、変化していきました。そして、布の容器だったものから陶器や金属、今で言うならプラスチックみたいないろんな容器によって固める工程ができるようになったんですね。まあそうやって、なのでイギリスでは今でもプディングというのはソーセージという意味と、かつそういうクリスマスプディングのような小麦のケーキに、皆さんの考えるケーキのスポンジケーキのちょっとしっとり版のイメージが近いです。そういう2つの意味があるんですね。でじゃあアメリカの話をしたいと思います。アメリカでプディングというものはまあイギリスとは全然違うんですよ。国が違うんでね。まあイギリスが一応英語の発祥ですけども、アメリカ人はどんどん変えていくので、でここでですね皆さんも参加できるクイズを出そうと思います。ちゃんと聞いててくださいね。でちょっとプディングは一旦置きまして、今から出すクイズはですね、問題、寒天などの凝固剤で甘い液体を固めたスイーツをアメリカ英語で何と言うでしょう。でこれ3択出しますので挙手してください。寒天などの凝固剤で甘い液体を固めたスイーツをアメリカ英語で何と言うでしょう。1エミリー、2ジュリー、3ジェリー。はい、いきますよ。じゃあ1エミリーだと思う人挙手。俺いないの。2のジュリーだと思う人挙手。あ、今一瞬上がりかけた。あ、上がった上がった、ジュリー。はい、で3ジェリーだと思う人挙手。おー、ほとんど上がりましたね。なんか上げてない方もいらっしゃいますけど、はい、ありがとうございます。それですね、正解、角野さん、アメリカ英語で寒天などの凝固剤を甘い液体で固めたスイーツ何ですかね。ジェロですか。はい、実は皆さん間違ってます。選択肢、嘘ついてます、ごめんなさい。これはですねゼリーの話してましたね。甘い液体を固めたスイーツゼリーなんですけど、イギリス英語ではジェリーと言います。しかしアメリカではなぜかジェロって言います。O がつきます。何が起きた。でこれ角野さん何てか知ってますか。そこまでは考えたことないですね。知らないですか。ですね、すごく簡単です。なんで皆さんが絆創膏のことをバンドエイドというのか。もう分かった方いますね。商標なんですね。ジェローっていうのは会社のブランド名です。なので、ジェローっていう商品があまりにも有名すぎて、ジェローっていう会社が出しているゼリーのお菓子が有名すぎて、みんなゼリーのことをジェローと呼ぶようになっちゃったんですね。で、この会社、実はプディングの方もイメージ戦略を練りまして、アメリカ人のプディングのイメージも変えちゃいました。そう、イギリスから伝わった時は、まあ、ソーセージも含んでたりちょっと小麦を、蒸したスイーツってイメージだったのを、ジェロが打ち出した商品が、プラスチックのカップに入った甘いスイーツなんですよ。これがプディングっていう概念なんですね、アメリカでは。じゃあ日本のプリンってどこの国から来たと思います。イギリスですかね。あ、今なんかあ、シンキングタイム入った。なんで、あ、乗ってくれない、これ乗ってくれない。いやー、なんかちょっと今だから
イギリスでは、はいはい、プディングは、うん、ソーセージもしくは小麦などを蒸して作ったスイーツ、アメリカではプラスチックのカップに入った甘いスイーツをプディングという。いや、そのこっちにアメリカに誘導してるあたりが怖いんですよね。あー、バレちゃったか、バレちゃったか。なんかすごいこう尺に触るなんかこう展開になりそうな。なんですか。いやまあね、あのですね、まあアメリカのそのプディングっていうのは実は結構ドロドロとした甘いチョコレートのペーストっていうと言い過ぎだな、まあ、それぐらいのなんかこうクリームをもったりさせたスイーツなんですよ。だから日本人の想像するプリンとはだいぶかけ離れたものなんです。ですがプディングというとアメリカ人は、そういう、チョコソースの甘いやつを想像します。なので、日本のプリンはどこから来たんじゃって話を今からしますね。だってどこにもいませんでしたよ、日本のプリン。まあ、いました。いませんでしたよね。だって、日本人の考えるプリンって、黄色くて、カラメルかかっててで、いいですよね。違う？何また騙す。みんな疑心暗鬼になってる。いやなんか。え、何？なんか崖に誘導されてる。ちょっと怖い。いや、ちょっと待って、プリンは信じて。日本のプリンは、はいはい、何でできてましたっけ。何でできてる。原料ですか。原料知ってます。わ、卵が入ってるぐらい。卵が入ってますね。で、牛乳を混ぜてるものもありますし、甘くしてあって、でカラメルが、溶けたカラメルが上にからダーッとかけたり、こうなんて言うんだ、あ、カラメルの話すると、あ、概念か、カラメルがね乗っかってたり、ものによってはカラメルが下でコップから食べるっていうようなタイプのプリンもありますけど、基本的にはカスタードプリンっていうようなものが日本人の想像するプリンです。じゃあこのプリンはどこから来たんだ、私たちの食べてるプリンの祖先はどこなんだって話となりますと、これはね、まあ、スイーツが作るのがうまい国がね、実はヨーロッパの方にございまして、まあちょっとね、それがね、イギリスではないんですけど、私イギリス好きなんで肩入りしたいんですけど、イギリスではなくてですね、フランスです。みんな、フランスの食べ物うまいもんね。うなずいてます。ありがとうございます。そう、フランスが、クレーム、ちょっと待って、あ、そうだ、クレームカスタードというものを作りました。ちょっとね、今ね、クレームカスタードの他に名前があったんですけど、それを思い出せないし台本に書き忘れたので、皆さん、Google なり、後で私に DM 飛ばすなりしてください。ですね、まあ、いわゆる日本人の想像する卵や乳製品を入れたりして固めた、蒸して固めたり焼いて固めたりもしたもの、これが、フランスから来てるんですね。でもここでね、すごいね、大きな課題にぶち当たります。日本にどうやって来たのかで言いました。私クレームなんとかって名前なんですよね、これ。プリンどこから来た名前、あれ、プリンって名前な、クレームなんとかで、だからまあクレームは最初なんですよ絶対に。で下が、なんかね発音できないやつだったんですけど、 P は入ってないし、さっきみたいにボタンみたいなやつも発生してないんですよ。なのにクレームカスタードからプリンって名前になってるんですよ。食べ物的には同じなんですよ。これまた森永がどっかがプリンって名前で商標登録したのか、そういうことじゃないですよね。ああ、そうだったらいいんですけども、そうだったらいいな、そういうことにしましょうか。森永とグリコどっちにしよう、すいません、ごめんなさい。ですね、あ、ちょっとふざけすぎました、失礼いたしました。プリン、なんでプリンがプディングから名前が取られて、でもお菓子的にはフランスをルーツとしている、これですね、実は謎です。答えが分かってません。なんでってね、みんなね思うよね、でも笑ってるしね、いや嘘でしょみたいな感じなんですけど、プリンがね日本に伝わった時期が細かく分かってません。本当です。江戸時代末期から明治初期っていうぼやっとしたことしか分かってません。意外と古い。
いや意外と古いですよね。で、いわゆる、洋食屋のデザート、まあまあ、もしくはあの百貨店の、中に入ってるカフェのデザートとして出されたメニューの記録はたくさんございます。で、その当時の製法のメニューもありますが、しかしその広まる前、一番最初どこから来たのか記録がございません。なんでこんな人気なスイーツなのになんでと思っていろいろ調べました。それは調べましたよ。プリンの話がしたいですからね。でもあのですね、あの森永もグリコも突き止めてないんですよ。で、もちろんあの書物の方も当たりましたが、必ず読むと江戸時代末期から明治初期ってしか書いてないんですよ。でもあの一つ分かっていることは、この皆さんあのプリンにあのカラメルがついてるものついてないものありますよね。あの牛乳プリンとかだともう真っ白だったりとか、あれカラメルなんで入ってるか知ってます？いやもうさっき質問ばっかですいませんね。あのカラメルね、これ料理する人だと知ってるかもしれないし、なんかチコちゃんでも言ってた気がするから、あのあれなんですけど、ちゃんと私は書物で調べましたよ。だから裏取りはしました。チコちゃんを批判するわけでもないです。すいません、失礼いたしました。ですね、プリンを型に入れて固めます。さっきから言ったように液体を固めます。これが張り付きます。タンパク質なんで、あのプラスチックであったり金属の型に入れて蒸したり加熱するとタンパク質は張り付きます。それを、まあ、あの器から食べるのもいいですけど、まあなんか提供する際に皿の上に乗せたいと、その際に考え出された、これはフランスで考え出されたことが、まあ、ほぼほぼ確定的に言えるんですけれども、容器にまず、カラメルを入れます。カラメルは、水と砂糖だけでできてます。でこれを火にかけて、なんとか現象を起こします。確かカラメライジングみたいな、あのすいません英語で資料を調べたんで日本語が出てこないんですけど、まあ、カラメル状にして、まあ、カラメルをカラメル状にするってあれだな、すいません、まあ、あの固くしますね。でそれを容器に入れます。でそこの上から卵液もしくはプリンの元となる液体を入れます。そうすると加熱する際に、カラメルが溶けていきます。なぜだと思いますか？なぜはいはい、もうねさっきからね私ずっとねなぜなぜって振ってるんですけど、はいはい、あの私の中で、この調べてて分かってることはなぜって振ってるんですよ。で分かんないことが多いんですよ、このただのプリンなのにで、まあ、あのなぜカラメルが溶けるの、カラメルが溶けるのか、これは熱ではなくて、卵液の水分によります。砂糖は吸湿性が高いのでそれによって、柔らかくなります。それをじゃあ、ってことは液体状になるわけですね。液体の層がプリン液、固まったプリンと容器の間に入ります。これによってこれをひっくり返すと、あら綺麗に取れたっていうことが起きるんですね。科学の力によって。そうなんですよ、まあ、あの偶然発見された方法なんですけれども、フランスではこういう風にしてあの、プリンが作られて、でそれが日本に伝わったけどなぜかプディングとして使われ、英語で伝わってなぜか未だにプリンと呼ばれています。なんでなんでなんでっていうことが実は身近な料理でもたくさんある。私たちはね、結構勉強で学んだことでもなんでだろうと思うことあるし、答えが書いてないこともありますよね。なんかもう政治情勢とかも答えとか出ないこととかありますけれども、でも私思うんですよ、こんなねプリンの謎すら分かんないんですよ。私すっごい歯がゆいんですよ。そして時間もないんですよ。なので今回まとめますと、世の中のプリンにすら謎があるのだから、私たちにはこの謎を全て解明する力はないかもしれないけれども、日々日々勉強頑張っていきたいなと思います。それではもうこちら今いの分かってる。それではありがとうございました。ありがとうございます。ジャンボプチンプリン、はい、ダメ時間決まってます。はいはいはい。